おはようございます。本日の朝のご挨拶は田端駅でした。なんか田端この前も来たばっかりの気がするんですけど、なんとなく今日は田端でした。今日はですね、以前にもちょっとこの動画でも触れた、バイデン大統領候補の熱盛活用、選挙キャンペーンでの熱盛活用というニュース触れたと思うんですけれども、なんと、自民党の総裁選で石破さんが熱盛を利用してですね、それがルールに引っかかっていたといったニュースが流れていました。任天堂さすがですね、そういったことにも先回りしてもうルール記載してあったのかというところなんですけれども、これ、なかなかチェックが行き届いていなかったっていうのは非常に脇が甘かったと言えるような事案なんじゃないのかなと思います。はい、総裁選どう影響が出てくるか分かりませんけれども、はい、我々も気をつけていかねばならないなと思いました。熱盛は選挙には使えませんと。はい、で、今日ですね、台風の影響で、ちょっと九州の方も心配なんですけど、なんか九州の友人からの連絡だと風が強かっただけでなんとかなく大丈夫そうだということだったんですけれども、今日も不安定なお天気ですので一日気をつけていただければと思います。では一日元気にお過ごしください。日本維新の会。